中学生の夏休み読書感想文、おすすめ5本いってみよう。おなご先生の洋服自転車ハイカラで、島じゃ浮くけど12人の生徒の人気者。いたずら穴ぼこ落ちたり大変、やがて戦争批判タブーなのに、名誉の戦死しないでと生きてと言った。二重視の瞳忘れない、みんなの先生。四コマ文庫、今回のお話は坪井栄、二重視の瞳。次はこれ、愛される魔法を赤子にかけた、その子が愛を知る前に周りに愛された。どんなにひどい仕打ちをしたって許された。虚しくて魔法を解いた途端にみんな目が覚めてボコボコにした。でも愛することできた、世界に触れられた、また愛を受け入れた。四コマ文庫、今回のお話はヘルマン平成、アウグストゥース。次の作品は女中だったキヨさんの夢、超かわいい坊ちゃんが家を持ち、また一緒に暮らすこと。江戸っ子坊ちゃん先生になり松山へ、正直すぎて周りとぶつかった。忖度せず先生辞めて東京に戻った。キヨさん喜んで最後の日まで坊ちゃんそばにいた。四コマ文庫、今回のお話は夏目漱石、坊ちゃん。次はこれ、序盤にはカンパネルラと天の川、燃えるサソリやサザンクロス列車が走る。二人は本当の幸せ考えた、カンパネルラはお母さんを思う。友達かばって溺れた僕許してくれるはず。彼は空の先へ、序盤には地上へ、旅は続いてく。四コマ文庫、今回のお話は宮沢賢治、銀河鉄道の夜。次の作品は国語の最後の授業は突然やってきた、明日からドイツ語の先生が来るという。戦争にフランス負けてこうなった、勉強なんていつでもできる、そう思ってたらこんな日が来ましたね。国語を守れば牢屋の鍵になる、先生はそう言った。四コマ文庫、今回のお話はアルフォンス堂で最後の授業を。ピンときた名作を読んでみてね。